はい、どうも皆さんこんにちは、スナイヤビです。というわけで今回はスカイウォーズやっていきたいと思います。今回はですね、パイロを使ってゲットしたので、パイロを使って普通にスカイウォーズやっていきます。で、ゴールデンウィーク、これが初めての動画だよね。こんなに、多分ゴールデンウィークは結構俺暇だったんだけど、こんなに時間があって動画を撮らなかったのはちょっと初めてじゃないかなっていう。普通、あ、でもあんまゲームをしてなかったんだよね。結構外に出てたんで珍しく。これもあって、おっぱれちゃった。俺このマップ嫌いかもしれない。進展が遅いよね。あ、待って、視野の狭さ、心の狭さ、これ昔から言われてるから。くそ、私このマップは視野を渡っちゃうのか。そこやるな、どうしよっかな。いけるでしょ。 OK、 よくないやつ何もしなかった、サンキュー。よし、あっこギョフ、そギョフになって、やっぱスカイボードってさ、視野マックスの方がよくねっていう、最近っていうか今やってて思った。手持ちがね、汚すぎって言われたんで、前も言った気がする。もう3ヶ月やね、1ヶ月前だから覚えてないんだけどさ。さよなら。あ、なんで俺そんな殴っちゃう。よし。スカイボードなんかゴリ押していけばどうにかなるんだよ。いいよ、適当にリージェネを持ってパワー5あったよね。これで妹取るやつをぶち殺す。お兄ちゃん引いちゃっていいのかい。待って、あっちの方が優先的だわ。あっち倒す、さっき。もう最近もう本当に風っていうか花粉なのかな。はい、神業。あと一人。最近もう風邪かなんか花粉なのかわかんないけど、もうずっと喉と鼻が、これ花粉だね。ずっと喉と鼻が死んでて、もう最悪なんだよね。ゴールデンウィークだからずっと風邪みたいな、もう起きたら喉痛いし、鼻水めっちゃ出るし、あのプールとかでさ、あ、やばい。OK。プールとかで、あの 鼻に水が入った時、あの感覚が朝からするんだよね。もうすごいだるい。つか言ってたら余裕勝っちゃったんだけど、ちょ、ま、負けるまでやるか、じゃあ。とか言って、もう次の試合でスタートで殺される。ありえそうで怖いんだけど、なんか今本当に生放送感覚でやっちゃった。もうあの久しぶりに動画っていうか、ネットにそのなんていうの、自分を映したっていうか、ちょっと表現に不備があるけど、久しぶりにネットで喋ったのがその放送だったから、生放送だったから、ちょっと生放送みたいな喋り方になってるけど、気にしないで。よし、ね、本当にレーザーのキーボード、青軸最初のうちはいいんだけど、もうほんと強くね。相手が弱いのか。ほんとにレーザーのキーボード、あれなんかできなくなったらしいね。なんかノックバックじゃん、ロールバックしちゃって。めっちゃ TNT 置いて。自ら死を選んでったんだけど、あの人やるな。で、青軸ね、うるさすぎる、もうずっと使ってると。ほんとにラグ、いや、ラグすぎ。今のリーチェンに入ってないでしょ。かわいそうだな。装備変えよう。なんで装備変えてなかったんだろう。ここではね、こういうとこではね、アイテムを整理しないと見落とすっていう、こういうとこあるよね。弓はいらないから、ちょっと待って、落とされないとこでやりたい。いらない。あ、ついてない。あ、竿捨てた？あ、大丈夫だった。こんなにいらないな。また壁ちゃうことね、これ。あと一人だな。オッケーオッケーって、リアルの。え？なんか、
ラブアローシュートなんだけど、あなたの元へ。うわ強っ、やばい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 、あの人強かったわ意外と。耳でいこう。どういった？いや15とか全然めっちゃ回復してんじゃん。やりますね。ゲットネイキッド、ボーファイト。あ、裸になれ。やだよ、やだよ、絶対やだよ。何それ、やるしかねえやん。え、ボーファイトじゃないの？なんかあれだね、エンタメ精神入っとるな。怖え。てかなんかこの上からやられる感じやだ。俺のが上だろ立場。シクシク。